天の様、あなたは私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではお立ちできる方はお立ちください。ダンスダンスの御前で喜び踊ろう。すべて主は御手の中で益とされる。全然喜びと賛美の声あげ、主に感謝と賛美を捧げ続けよう。すべては無駄に終わらない。あなたに不可能はない。主の時は遅れない。心配は必要ない。今は目に見えないけど、主の言葉を握りしめ、主がいつも共にいるから、勝利はこの手にある。ダンスダンスの御前で喜び踊ろう。すべて主は御手の中で益とされる。喜びと賛美の声あげ、主に感謝と賛美を捧げ続けよう。すべては無駄に終わらない。あなたに不可能はない。主の時は遅れない。心配は必要ない。今は目に見えないけど、主の言葉を握りしめ、主がいつも共にいるから、勝利はこの手にある。ダンスダンスの御前で喜び踊ろう。主は主は御手の中で益とされる。全然喜びと賛美の声あげ、主に感謝と賛美を捧げ続けよう。ハレルヤ、ありがとうございます。ハレルヤ、ありがとうございます。終わりに至るまで主に信じ
祖父の命の冠を受けよう。どんな試練が許されても、すべてに感謝捧げよう。神を愛する人のため、上も剣も迫害さえも、主イエスの深い愛から引き離すことはできはしない。たとえ殉教者に召されても、神の言葉だけを固く守り、心をまっすぐ天に向け、終わりに至るまで主に従い、約束の命の冠を私の言葉の彼方に、私の希望をあなた方はしっかりと握り進んでいきなさい。私の希望はあなた方が信仰の歩みを全うするときに成就すると称されます。
この神の言葉は真実と主が言われます。それゆえ神の時に神の真実なる言葉は成就していくと主が言われます。この一人一人主にあって語られた神の言葉をしっかりと握り信仰告白なしていきなさいと主が言われます。さらに問題困難は許されますが、私はその中であなたとの信仰を立て上げ、また私自身を知らせようと主はされます。信じる者、従う者、それらの者たちは勝利を見るであろうと主はされます。しかし退いてはなりません。また不信仰になってはなりません。その時あなた方は私の勝利の手を見ないと主はされます。さらに教会を土台として神の栄光ある御業というのは大きく進展し発展していくと主が言われます。すべてのご栄光を主に帰するというこの神のこの言葉を握り、すべてのご栄光を主に帰していきなさいと主が言われます。あなた方は熱心にそのために祈り、また私に栄光を帰していきなさい。さらに大きなこの技とさらに大きな栄光をあなた方は担うことになると主はされます。またこれからこの奇跡という言葉がこの与えられていますが、人間的に不可能と思われる扉が次々と開いていくと主が言われます。それゆえこの向かい風は強いですが、あなた方は信仰的に引くのではなく神の言葉に立って踏み出していきなさいと主が言われます。その時人間的に不可能と思われたこの扉が神の言葉によって開けられていくと主が言われます。マラナタ。また賛美し感謝し褒めたたえていきなさい。私は霊の恵みを持ってあなたに臨み、あなたを強め導いていこうと主は仰せます。この賛美隊として立てたという言葉はこの群れ全体に与えられており、
この賛美隊として立てたというこの言葉をもって、主は国内国外へとこのあなた方を使わしていくとしか言われます。この私があなたと使わし、私が用いようと主は抑えます。それへあなたとは必要な準備をなし、また備えていきなさい。時は近づいていると主は抑えます。この賛美のこの力というのは、さらにこれからこの表されてくるとしか言えます。この霊的な壁を打ち破り、霊的な足かせを断ち切り、主は大きく福音を述べ伝える道を開くとしか言えます。私はこの天を開き、霊の祝福をこの賛美隊に注いでいこうと主は抑えます。あなた方はこの後、あなた方の力、またあなた方の技術をはるかに超えた私の霊の働きを見ていくであろうと幸せます。それへ忠実に従っていきなさい。私が持ち計画を進め、それを表そう。その栄光は非常に高く、また強く輝くと幸せます。またこの賛美の働きを通して、この日本国内においても、特に仏教のこのお寺の非常に有名なお寺で、この賛美の働きをなすこのチームというのがこの出てくるとしか言われます。この時は近づいているので、重荷のあるチームはこの祈り備えておきなさいとしか言われます。ビクトリー十字架で勝利を取られたイエスキリストに栄光あれ。ビクトリー、ビクトリー、あなたの勝利、褒め歌捧げます。勝利の主を蘇らない勝利を取られた、主を崇めるとこしえまで。ビクトリー、ビクトリー、あなたの勝利、褒め歌捧げます。勝利の主を、ビクトリー、ビクトリー、勝利の主を。どうぞお座りください。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会では、どこの教会の方でも、それがまだ洗礼を受けておられなくても、イエスキリストをご自分の救い主と信じ告白されておられる方々には、この式に加わることをお勧めしております。ですから、イエス様をご自分の救い主と信じ告白されておられる方々は、ぜひこの式に加わってください。また、インターネットで礼拝をされておられる方々の中で、このイエス様を信じまた告白されている方々はいろいろいらっしゃると思いますが、それらの方々の中で、この式に加わりたいと願っておられる方々は、ご自分でパンとぶどう酒を用意して、そして参加してください。お祈りをいたします。天の様、このパンとぶどう酒を豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとぶどう酒を豊かに祝福してください。私たちは人々のうちに御川と御血の恵みをあらしてください。イエス様、お名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。親の祈りをイエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。
イエスはパンを取り、祝福しのちくろを裂き、彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼に言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきます。それではお願いします。天の様、この聖餐の名義をありがとうございます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。ただ献金の時を持ちます。神の国と神の義をまず求めなさい。皆与えられる。ハレル、ハレルヤ。Seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
宮下牧師、お祈りください。アメン。